はい、おはようございます。今日は3月の29日火曜日です。本日の新聞コラムの音読を行います。本日の産経名の音読を行います。表題は、音読の後に発表したいと思います。皆様も考えてみましょう。では音読します。NHK の連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」はまだいくつかの謎を残しながらも最終回が近づいてきた。現在はハリウッド映画「サムライ・ベースボール」に出演する日本人のオーディションが行われているところだ。モデルになったのは2003年に公開されたラストサムライだろう。明治初期の反乱士族の首領を演じた渡辺謙さんが米アカデミー賞の助演男優賞にノミネートされ、惜しくも受賞を逃がしたのは記憶に新しい。今年の第94回アカデミー賞では、濱口竜之介監督の「ドライブ・マイ・カー」が作品賞、監督賞、脚本賞など4部門で候補に入り、見事国際長編映画賞を受賞した。日本映画としては「おくりびと」以来の13年ぶりの快挙である。渡辺さんをはじめハリウッド映画に出演する日本人俳優は映画のセルフと格闘してきた。アメリカで非英語圏の映画を上映する場合、字幕を見る習慣がほとんどないという、もう一つの映画の英語の壁が立ちふさがる。ところが2年前に韓国映画の「パラサイト」（寄生虫）が作品賞を含む4冠に輝いた。2015年から翌年にかけて黒人の俳優や監督が候補にならなかった。白人中心主義の批判を受けて、アカデミー賞の主催者は女性や非白人層、外国人の会員を増やす改革を進めてきた。その成果の表れとの指摘がある。それにしても、ドライブ・マイ・カーは静かな会話が続く。3時間近い長編である。日本人にとっても分かりやすいとは言えない映画がなぜ海外で高く評価されるのか。私はまだ映画というものをはっきりつかんでいない気がする。アカデミー賞の授賞式で黒澤明監督が勝ってこうスピーチした。見る側にとってもうなずける言葉である。令和4年3月29日火曜日、産経名の音読を終わります。濱口竜之介監督、おめでとうございます。ドライブ・マイ・カー。何か予告編では淡々とした映画らしいですけど、見てみたいですね。本日の表題は次のように決めました。映画の奥深さです。本日もありがとうございました。尖閣の情勢が入ってますので、ちょっと見てみたいと思います。はい、尖閣周辺に中国公船33日連続。29日、
中国海警局の船2艘が領海や外側接続水域で航行しているのを海上保安庁の巡視船が確認しております。連続33日であります。以上です。本日もありがとうございました。